はい、どうも、成功法で負けないパチンコ、ブログ管理人ののりまるです。今日は2016年8月の1日、月曜日ですね。今21時半になろうとしているところです。今回も、最近のパチンコ事情なんかについてね、なんかお話できたらいいかなと思います。と、先日、まあこれも4月19日なんですけどね、まあ撮った動画の中で、新規受給のことについてね、まあ、あれこれお話したんで、このお話をちょっと続きをしていこうかなと思うんですけども、まあ、知ってる通りね、あのマックス機種の規制があって、2016年、いっぱいで、今ある現行のマックス機というものが、まあ、全てなくなることになってます。まあ、本年度末までですね。まあ、本年度末までということは、まあ、その移行期間も含めて、おそらく秋口ぐらいまでには、まあ、ホールもね、何らかの変化をして、まあ、新規準規にね、まあ、随時移行していくっていうのは、まあ、想定内の話ですよね。ただ、今現状のパチンコ店の見渡してみると、まあ、ここにあるね、まあ、ガロ、魔界の花だったり、ガロ金色だったり、北斗の拳6だったり、花の刑事とかね、まあ、エヴァンゲリオンとか、まあ、今まだまだ、そのマックス機種に、まあ、数機種集客を頼っているようなお店も多いわけで、まあ、さらにまあ増大しているようなお店もありますよね。まあ、そんな中で、まだこの新規準規というものに、まあ、はっきりとフォーカスしたようなお店というのは、まあ、少ない現状なんですけども、まあ、今日なのかな、新台に入った蒼天の剣という台と、まあ、前回ね、サミーで、いつだっかな、まあ、今年の春ぐらいでしたかね、新規準規の新台として登場した北斗無双ですよね。319分の1の機械。まあ、新規準規ってことなんで、でまあ、来年以降もね、まあ、お店の看板として活躍 する可能性があるような機種ですよね。うん、で今日、そんな真相が、まあ、いろんな店であったと思うんですけども、まあ、このタイミングでね、例えばサミーボックスみたいな、北斗ボックスみたいな、昔の、今の新規準規の、新北斗無双と、今回の新体ですよね、蒼天の剣、なんたらかんたら、310何分の1で、あれも右打ちで一個返したのかな。で、おそらく VST の機械だと思います。それを、まあ、前面に押し出したね、やめてなんてのも、おそらく今後も増えてくるんじゃないかなと思います。あと、その新規準備に対応している海物語ジャパンですよね。あと、もうすぐ、盆ぐらいに出るのかな、あの海物語の新しい機械、確か50分の、各辺 50% の300分の1ぐらいの、まあ、ミドル機種、まあ、昔の海を、まあ、聴取したような穏やかな機種が出る予定です。うん、まあ、そんな機種にね、まあ、随時、まあ、全体の流れが移っていくんじゃないのかなというふうには思うんですけども、まあ、今現状のこの新規準規の扱いというのは、まあ、お世辞にもいいと言えるお店は、まあ、少なくて、特にこう大手と呼ばれるような店ですよね。まあ、未だに新台入れ替えをメインにして集客を図っているようなお店だと、この新規準規の扱いっていうのが、まあ、かなり厳しいようなお店も多くて。まあ、かといって、そもそもね、その入れ替えの資金力を持たないような、まあ、小さいお店、中小規模店だとすると、こういった新規準規も入らないし、まあ、旧機種、も、そんなにいい調整になってないと。まあ、そもそも、その、出すような資金力もないお店っていうのが、まあ、かなり増えてるのが現状なんですよね。うん、これで、今、ホールに設置されている多くの機種、その MAX 機に、準じて、この新規準機に適合しないような、今まで、設置されてた多くのデジパチですよね。まあ代表されるのが沖海3とか、もうこれも撤去は決まってるんですけども、そんな、まあ違法パチンコなんてね、以前も動画を撮らせてもらいましたけども、その首問題に、端を発した、まあ、パチンコの撤去問題っていうのが、まあ、今後、まあ来年にかけてね、どん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 進んでいくのが現状で、まあそれに、引き換えて、こういった新規準備が入ってくるわけなんですけどね。
ただ新規準拠を入れるっていうことになると、またそこに入れ替えの費用がかかるわけで、この入れ替える機械って相当数なんですよね。まあ、最初はもう今設置してある機種、全機種、まあ、300万台とか400万台とか言われてましたけども、今現状の話としては、まあ、その中でも50万台だったかな。まあ、ほぼ今、お店がメインとして使っている機種、そのほとんどが、この新規準拠に変わるということになってます。そのまあガロとかね、まあ海とか、オーケービとか、そのマックス機種がメインですけどね。で、その、まあ、入れ替えなきゃいけない、わけなんですけど、じゃあ入れ替えるのにどうするのかというと、この新規準拠を買わなきゃいけないんですよね。買わなきゃいけないってことは、まあ、お店側が、まあ、当たり前ですけど、そのお金を出して入れ替えなきゃいけない。これが今現状、まあ、かなり難しいお店っていうのが、まあ、相当数出て、くる、そんな予想が出てます。まあ、そのおかげでね、まあ、来年年明けとか、春とか、その大きい、新規準拠の入れ替えのような話になったときに、例えばその海とかですね、マカロとか、今メインで張ってる機種を総入れ替えしなければならないような状況になったときに、中小規模店ではね、ベニヤ板を張って、そう稼働させないような島が、まあ、多数出てくるんじゃないかななんて、まあ、そんな噂も出てます。まあ、何かというとね、まあ、入れ替える費用もないけど、その台を動かすこともできないと。まあ、そこがぽっかり空いてしまうんですよね。資金がないために。そんなお店も、まあ、出てくるんじゃないかと。まあ、それぐらい、まあ、かなり大きい出来事が、まあ、2016年からまあ2017年にかけて、まあ、あるんじゃないかななんて言われてます。まあ、だからね、打ち手がどうこうする。まあ、なんだろうな、これから食えなくなるとか、食えなくなるとか、まあ、そういったことではないんですけどね。まあ、実際に、まあ、勝つための行動っていうのは、まあ、一つしかなくて、まあ、勝てる調整のお店に行く。まあ、最大限、その台のポテンシャルを引き上げるための、まあ、止め打ちだったり、釘読みだったりをするっていうことですよね。まあ、パチンコで勝つためには、期待値を積み上げるしか方法がないわけで、まあ、仮に期待値がないお店、だとすると、まあ、それ勝つことができないんですよね。じゃあどうするのかというと、その勝てるお店が、あるお店に、まあ、自分が行くしか行かないわけであって、まあ、そのお店が仮にないのであれば、もうこれパチンコやめるしかないんですよね。ただパチンコのいいところっていうのは、それがまあ釘調整だったり、目に見えて、盤面を見ることで、まあ、ある程度わかるので、まあ、それがまあね、まあ、その他のギャンブルとは一線を画す、まあ、パチンコの優れたところだと思うのでね。まあ、仮に今後、まあ、新規準拠どんどん増えてきて、まあ、今回もね、その想定の件、が出てきて、これで3位の機種、新北斗無双と双剣の剣が、まあ、メイン機種としてね、まあ、活躍するお店っていうのも、おそらく多数出てくるでしょう。まあ、他の機種の撤去に伴って、海ジャパンとか、まあ、その他新大の海が、まあ、うまい挑戦になるお店っていうのもあるでしょう。これは必然ですよね。これは使わざるを得ないんでね。新規準拠になるのは、もう決定事項なので、まあ、新規準拠ね、まあ、総じて辛かったり、まあ、一個返しだったり、まあ、仕様がうちにとって厳しい台が多いんですけども、まあ、そんな台でも、まあ、出すお店、うまく使うお店っていうのも、まあ、必ず存在するわけで、まあ、打ち手はね、打ち手ができることっていうのは、そういったお店に行くしかないのでね、まあ、今後も、まあ、厳しい情勢、まあ、今後、2016年、まあ、2017年にかけて、まあ、今までもね、厳しい厳しいって言われてたんですけども、まあ、今までかつてない、まあ、動きになるような、まあ、年になる可能性があるので、まあ、そのベニヤの島が生まれるとかね、まあ、今まで見たことないような、まあ、倒産ラッシュになるとか、まあ、そんな可能性も、まあ、含めた、まあ、激動の2016年、まあ、今後やってくるんじゃないかなと。まあ、そこにね、まあ、取り残されないために、まあ、打ち負かされないためにも、まあ、最低限のパチンコの知識だったりね、まあ、その他の知識っていうのは、まあ、しっかりとね、まあ、いつも言ってることですけどね、まあ、勉強しておくのがいいのかなと思います。今回の話は以上です。それではまた更新します。ありがとうございました。